チャオ、あちゃんです。寒い、めっちゃ寒い今日。もうあかん、限界で外出さなあかんねんけど、まだ出せへんね、出してないね。てか前は、今日カレー食べます。カレー作りますね。食べたらね、もうちょっと入れてます。じゃがいもをね、まず洗いますね。メイクインです。メイクインのね。メイクインを、カレーはやっぱメイクインが一番おいしいよね。溶けへんしね。よいしょ。でっかいな、このメイクイン。ちょっと明日ね、あっちゃん用事があってね。明日ね、ナビつけてもらうね。で、じゃがいもね、まあまあ大きめに切っていきます。大きいじゃない、溶けちゃうんでしょ。どこを取っても外から中まであるように切ってね。ね、栄養のバランスがすごくいいね。これ人参の一番いい切り方らしいんだけどね。どこを切っても皮と真ん中があるってこういう切り方ね。またね、ファイトケミカルスープ作るのよね。ちょっとね、はめてあるのよ。玉ねぎの皮とかないの最後ね。ファイトケミカルスープ洗っていきます。冷凍してね、玉ねぎ、野菜のカス、くずを冷凍してやるんだよ。よこれね、
ょう。じゃあこんだけ置いておきましょう。はい、油をね、たーっと入れて、温めていきます。300ぐらい全部出す。
とかでやるんじゃない。そうそうそう。忙しもういいかな。よいしょ。いいね。野菜を入れて。野菜をね、油に回します。玉ねぎもやったかというとね、水に入れてるんでね。うん、風味がいいだね、玉ねぎもね。玉ねぎじゃない、あれね。ニンニクね。油を回していきます。お酒をね、ちょっとお酒とみりんをね、ちょっと入れます。これね、カレーするときのね、蒸し味。もうちょっとね、これをね、ちょっと回して、よくね、一気に1200やから、大体ね、あれ、ニンニクをちゃんと洗っておきます。もったいないね。これで沸騰するまでちょっと置いておきます。1.2 やねんけど、100だけさ、お酒とみりんだから、1100水入れました。しょんで沸騰して25、これね、沸騰するまで置いておいて20分ね、ちょっとね、隠し味入れましょうか。
リンゴ。岩戸の塩1、2、3、大さじ1、これでね、煮込んでいきます。蜂蜜入れてもいいけどな。今回蜂蜜なし。今回最近あっちゃん蜂蜜入れてません。チョコレートとかコーヒー入れてますね。いろんなね、隠し味入れられると分かるように。今回はこんな感じでいきます。沸騰したら20分。沸騰したら厚みは20分休憩します。はい、沸騰してきたんでね、中火に落として、蓋をね、蓋を追い焼きにして、これで20分後に移動。はい、20分中火で煮込みました。ということでね、かなりグツグツ煮込んだんで、ちょっとこれ、様子見ましょう。かなり水がなくなったね。手に入れたのにね、ちょっと味を見ます。
ごい美味しい、うん、これだけ十分吸ってない。はい、入れましょう。火を止めて、今回ね、プレミアムゴールデンカレーを使います。これ開けんの苦手ね。よいしょ、いい香りやね。よいしょ、よいしょ、カレーを入れてね、ちょっと混ぜていきます。目溶かし込んでね。溶けたかな。溶けてないね。あんまり麺を巻いてるとね、芋が潰れちゃうのよ。ここに、ね、隠し味にお味噌、味噌隠すとね、すごく美味しくなるんやって。カレーシチュー、何でも、このあたりも。さあ、どうでしょうかね。全然違う。ちょっとね、ガラムマサラを買ってきたんで、ガラムマサラをちょっと入れます。ね、5分ぐらいかな。弱火で5分ましょう。さあ、ガラムマサラで味が変わったかな。おお、ちょっと本格的な、もうちょっと。あのね、カレーがすごい本格的になる。クミンとかね、コリアンダーでももっと美味しいけどね。コリアンダーもなかったよな。クミンまだあったかな。うまっ。うん、うまいよ。20分ぐらいな。こんな感じでね、溶きましょう。もうちょっと味見、めっちゃ美味しすぎてさ。うん、今回めちゃくちゃ美味しい。
はい、これで完成です。ちょっと今ね、あれ、ぬか床ね、まで取って、ぬか床ちょっとね、最近乳酸菌が足らんからヨーグルトやりました。R1 を買ってこようと思って見てたら、こっちに喋ろう。はい。R1 買ってて、ぬか床に混ぜようと思って見てたら、R1 ね、アセロラファンも K 入ってんねん。って思って。ほんでっかいボトルの R1 は糖なしがあるのね。それは生乳 100% やねん。あ、それ買おうと思って見てたら、横にね、四つ葉の、トカチ生乳、2割引きやってんけど、賞味期限違いからね。で、これ買ってきたん。で、これもね、生乳 100% やね。生乳 100% やね。だからこれやったらいいかなと思ってね。で、買ってきたん。いいっていうか、マシかなと。で、ごめん、4月、じゃあ11月9日まであるしね。で、これまたね、今日カレーやしね。それで、ラッシー作ってもいいしね。はい。豆乳ラッシーのも作ってね、また子供と飲もうかなと思って。だから、ヨーグルト買ってきたんで。で、ヨーグルトね、ちょっと漬物に入れたからね、あと食べてもいいし、ね、飲んでもいいし、はい、久々にヨーグルト食べましょう。はい、でカレー完成でーす。この後ね、ご飯がね、あと15分ぐらい炊けるんで、炊き上がったらカレーも温めてね、食べたいと思います。またね、バイバイ。